どうも、お疲れ様です。週刊オリガルヒの時間です。えー、今回はですね、えー、2月の13日から17日までの1週間、どのように動いていくかをちょっとね、ぼんやり見ていこうかと思います。とはいっても、この仮説ってのはね、やっぱ先の1週間なんてわかりませんからね。ただ、今の時点で、えーな、時間軸を見ていくと、まあ、こういうふうに変化する可能性があるかなっていう仮説を、第一仮説、もしくは第二仮説、 まあどうしても難しければ第三仮説ぐらいまでは追っていこうかなってところでまあ思考の鍛錬をしていこうというふうな形でございますまああのここでお話ししておきますけども私あの週刊足とか月刊足っていうのもやっていてそれはそこそこの資金量とあと結構なね精神的負担が来るんですよねだって1週間の決済って1日の中でも上下してこう不確定要素が出てくるわけじゃないですか1週間ともなるとねやっぱりこう含み損が何十万とかね 場合によっては100万を超えるときとか出てきちゃいます。ですんで結構怖いですね。うん、で、月間になってくると、うんまあ、月間はね、ファンダメンタルにかなり依存するんで、方向性が分かればそんなにね、大きく既存することはないんですよ。えー、例えば私の月間誌ってのは、今125円を目指してポジションを取ってるんですよね。125円を目指してるっていうことは、今8円ぐらいのギャップがあるんですよ。うん、でも、入ったのが145円のときですからね。 だから20円の利幅を取ろうとして今10円ぐらいの利幅を取っている十数円の利幅を取っているってことなんで結局は大勝ちはしているわけなんですよで何が言いたいかというと長期でトレードができるようになると作業少なくてで金額がでかいこういった勝負ができるようになるんですよねで徐々にファンダメンタルの思考も取り入れていかなくてはいけませんのでテクニカルだけではことが片付きませんよってこともあります ただ、皆さんと一緒にやってる1時間っていうのは、テクニカルがもうほとんどです。ファンダメンタルが効くときは、逆に手を出さない方が、損失とか混乱がなくていいっていうことになりますんで、えー、ファンダメンタルを使うときはね、まあ少なくとも、冷やしとか、週間足とか、こういったものを扱うようになってきたらってことになります。1時間の場合は、そして4時間の場合は全く必要ありませんので、ファンダメンタルが効くときは、例えば材料だと思ってポジションを外すみたいなことで、えッ、ー、OK だと思います。ただしね、もうちょっと、 話を進めていくと本当にねこの材料を目指してやるっていう風なねファンダメンタル戦法にもなってきます結構19編ですこっちははいじゃあご宅はこの辺にして今日6月あ違う2月12日の相場回数をしていこうと思いますまあ、当然日曜日なんでこれは 相場動いてませんからね。で、この動画を見て、一週間どんな感じで行きそうかなっていうような予測を私と一緒に様々立てていってほしいなっていうところです。総火塾限定動画をご覧の皆様は月曜日の朝にこれを見てると思います。月曜日の朝にね、ぜひ組み立てをしてみてください。えー、そして FX オリガルヒ。 え、参加してくださった方、ありがとうございます。え、今回2月12日に1名の方を新たにお迎えすることになりました。特にプロモーションや募集をやっていたわけではありませんが、年末年始はね、えー、また募集をかけてみたんですけども、そこから1ヶ月ちょっと離れたところで、不意にお申し込みがありましたんで、今回のように、えー、急遽参加していただいたってことになります。はい、またね、プロモーション組んで、あの、お得な価格で、えー、ご参加を ね、まあ皆さんにお勧めする時が来るかもしれませんけどもまあ月にね1人か2人ぐらい増える分には何となくやっていけるかなと思ってるんですけどもねまあそれにしてもマックスで50人ぐらいにしとかないととてもじゃないけどもやってらんないかもしれないですね今現在25名から26名に FX オリガルヒのチームが変わったところかなと思います、うん、まあほんに月に1人とか2人のペースならまあ全然受け入れられますんで だからこちらから積極的なプロモーションをかけるような気はあんまりしないんですけども、今回本当にご参加ありがとうございました。プロモーションも何もない時に、あの、ご参加のね、お申し込みいただいたってことは、あの実は料金も高いんでね、49万8000もしますんで、すごいやる気だなと感じましたけどもね、え本当にあのこれからしっかりとやっていきましょう。私もね、責任を持って配信をさせていただきます。はい。ついにね、前置きがかなり長くなりましたけどもね、結構今週ね、思いが本当に、 うん、なんかいろいろあるんですよ。お疲れ様です <laughs>。はいじゃあ週刊誌ですけども考えられるのは2つです。一つはですねあのこちらと同じような形を反対側でも取るかなってことですよねヘッドショルダーには似てるんですけどもちょっと違う形でもう一個山を作って大きく下落するって形ですか、まあ、ヘッドショルダーにちょっと似てるんですけどもうんうんまあ、ちょっと違いますね <laughs> その中でこういうふうな動きが一つもう一つは何かっていうとこの最後俺が上に上がっていくんじゃないかなってことなんですよ というのが陰線と陽線、下髭を出してますよね。どちらとも。陽線の下髭ってのは上に行く勢いが強いからいいんですけども、陰線ってのは通常、下に進んでるわけじゃないですか。なのに、下髭を出してるってことは、下に進む勢いが、こう、否定されながらの、これ、陰線なんですよね。まあ、ですんで、上昇の力の方が強いのかなというふうに判断してるというところでございます。はい、じゃあ、周足が終わって、日足に移っていきます。 はい、日足はですねこういうふうなチャンネルラインが見て取れてたんでずっと右肩下がりのセルでのエントリーだったんですけどもここでちょっとね転換のきっかけが横ばいというふうな形で入りましたその後にどうもこれは緩やかに上昇していくんではなかろうかっていうふうな解説をさせてもらいましたけども、うん、その根拠はね今回一つだけお示ししておきましょう下ひげがどんどん出てるってことですねで全体的にこれがね右肩下がりのチャンネルラインを見せてるんですよ あ、2つも根拠言ってししままいましたですんでこれはね右肩上がりに変化していく途上なんじゃないかなというふうに考えていますですんで13日から17日の間で今131円の402ですけども133円を見るときがくるかもしれないですねこの赤いところはいじゃあ次の時間軸です4時間です4時間を見るとうっすらと右肩上がりになっているような気がしませんか こういううにねっすらとですよ横ばいに近いんですけどもね、うん、でもそのレンジの束がここにあるでしょここに束があるでしょここに束があるでしょこれをつなぐとちょっとずつ上に上がってるようにも見えるんですよもしかしたらねこのまんま新しいところにまた新しいレンジの束を作ってくれるのかもしれませんねまあそういうふうに見てます下に行くことはあんまり考えられないかな4時間では。 で、今度1時間軸になりますけども、1時間軸は、じゃあ下に向かうことが考えられるかっていうと、これはね、今度はね、別の見方ができていて、こういうふうに広がっていくような形なんですよね。で、これは今までね、トレード一1週間、先週6日から10日見ていただいて分かったと思いますけども、月曜日ってのは、こことここの間でレンジが引けたんですよ。レンジがね。つまり横幅です。こういうふうに。スイッチしたんですけども。でも、月曜日から火曜日になるに従って、 えっと上底がここに変わってきてわずかですけどもねちょっとだけ上の方に乗ってきてで下がちょっとずれてきたんですよで次水曜日から木曜日にかけてはこちらとこちらですかこれで上底過程を作るようになりましたよねつまりはレンジとしてはこの幅になってきたわけですよ広がりましたねで次のレンジってのはついにここからここに変わってきたんですよね、うん、上の方はほとんど変わりませんけども 下の方はねちょっと膨らんできたかなってところでだんだんこのレンジの幅が広がってきたってことですちょっと枠外に書きますよ最初はこういった仕方で書きますよ、四角で最初はこういったレンジだったんだけど日を追うごとにレンジの幅がちょっとずつ大きくなってきたということをねこっちの図で示しておりますで、上下の幅ボラティリティが広がってきたっていう考え方です であとはこのボラルティ,ティが徐々に上の方に触れていくのか下の方に向かって触れていくのかってことになります四角で黄色で書くとだんだんこういうふうになっていって上に向かうのかなとかねだんだんこういうふうになって下に向かっていくのかなっていうふうに見えるんですよねはいえー、というところでこの一時間軸なんですけども一時間軸はまあ上下にぶれながらですけども横ばいということになりますだから全時間軸で 右肩上がり、右肩下がり、横ばいっていうふうにバラバラになっちゃってるでしょ。だから結構ね、あの、予測が立てにくい、その一週間になると思いますよ。うん。ただまあ、思うのはね、レンジナオプションでこういう時っていうのは攻略できていきますんで、レンジナオプションを13日から17日もフル活用していって儲けていこうかなっていうところでございます。ええー、それでは、今回は以上です。また、続きの放送お待ちください。FX オリガルフィの皆様は、月曜日、 えとそうですね、13日のお昼ぐらいにまたお会いしましょう。で FX の速座塾限定公開動画をご覧の皆さんは、えー、火曜日に <laughs> お会いしましょう。はいそれでは失礼します。